だんだんさ、セールの前とかでも黙っとってもちゃんと掃除しようしさ、ね、なんか、ほら、ちょっと、あれやったら、なんかな、もうあと2か3ヶ月は見習いよって言うたもののさ、はい、ね、来月からはじゃあもう正社員でからしようかねって、私思い言ったのよ、はい。なのにさ、もう、当日に私とか、常連のお客さんと話しちゃったら、こうやってからしたろうが、もう、あんまいかんちゃう。なんであげあるかね。うん、覚えてないと？そう。自分は悪気ないかもしれないけど、したらいかんとよ。これからもう真逆と思わんねん。思わん？中古といえ高級品売りようぜよ。いや、でも、普通のたこ焼き売り男だってそんなことせんの、もう、もうそんなこと、敵屋のおじちゃん、お兄ちゃんかなんかでも、ほんだ、チンピラみたいな人やったらしょうがないけどさ、ちょっと NG も NG よ、あれ。よ？はい。まだ、スズランセールって言う分は、まあ、しょうがないかなと思うばって、でも、なんだってあんな聞いてってこと、だって、ハガキの用意やらしたってのは、ハガキの配ったんじゃろ、それなのにすずらせるとか言っとかれるとかいう時点でちょっとさらちょっと不思議やけど、まあまあしょうがないって、もうそこがもうお粒は弱いっていうことで、だけどじゃあ接客お客様とやり取りしようのにさ、ね、そんなあれはないよ、うん、よ、はい、悪気がないっていうだけに良くない、はい、うん、あんたあれがなかったら来月からもう正社員行こうかねって言おうと思ったで、本当は。なあ、もうせんでもちゃんといろいろ細々しようことしようけん。うん。手抜きおらんことは分かっと。ちゃんとしよう。それは分かっと。だけど、ただバカ真面目じゃダメなんよ。でも、バカ真面目ならよ。ちゃんと集中しとんのやったらよ。あんなことにならんやないね。あんなとこで気抜いたらいかんやろ。どこや？なるほど。よ、はい、びっくりした。なし上げあるかね、はい、なし上げあるかね、気抜いとったってことやろ、結局は。あれって。ただの癖？それか。どっちもあるのかなって思います。確かに癖で、なんかこう。だからってあの場でするべきことではないですか、ね、だってお客さんってやり取りしようってよ、ね、だからじゃあ自分の上司とついていって上司となるってね、だからこんなことかをすると NG やろうもん、はい、そらインストラクターしようときやったらいいかもしれない、それは、はい、ね、でも普通のところでその NG やろうもん、はい、どの場面でも、しかも お客さんの方が話をしゃべよ、あなたの話は退屈よって言わんばっかりの態度なんよ、誰ってこんな態度って、ええよ、ほらもう親しい者同士が話しようけん、もうその話についてこれんのはそれ当たり前だよ、あの中に入ってこうってそれ誰でも入れるわけじゃないよ、だけどちょっとこうせめて相槌打たんで、せめて他の仕事しようよっぽど背中向けてこう半身に構えてから何か物でも並べようがよっぽどいいやん、それやったら。だろ？一応聞きようのにさ、こんなしてさ、一番下にいかんことやん。それなら他の仕事しとった方がよっぽどいいやん。他の仕事見つけて。こっち側になるならこっち側で、たまたまお客さんがおしゃれならちょっと綺麗に並べとこうとかさ、展示物は並べよったりとかするのは別に悪いことじゃないの、こっちがお客さんおらんじゃけん。だろ？とか。いつもよりもガラスはこう拭いとっちゃけん、ちょっとガラスは拭き寄ってもいいよな、はい、持ってきといて、はい、それでもよ、お客さんの話に興味関心持たんだからこんなしよったら絶対ダメよ、はい、普通だとちょっとこう話は聞きながらこうで笑顔でこうしてね、お掃除しながら話も聞いてる状態で、でパッといつでもフォローに入れるように待っとくみたいなね、そんな感じじゃない、あ、それやったらああ心得たもんやねって、ちょっと悪いことね、やっぱりまあ、来月から正社員もちょっとダメ、これじゃダメ、
意地悪で言う、意地悪でなくてね、私もだけできる。だけど店長はね、一番最初入ってきた時に、やっぱりそれでもやっぱりけじめをつけて3ヶ月は試用期間ってことになっとったけど、もう仕事ができるけん2ヶ月目からもう正社員で、なおかつもう店長よ。うん。それ仕事ができるけん。ね。一応ほら、見た目の業務は全部できんちゃうわけ。なのよ。うん。やっぱできない。あのね、一応さ、まあそうね、無防備っていうか、そんな、こう見られてるからちゃんとしないといけないという計算がないという意味では、それは順で悪くはないかもしれんだ、ね、一応私の目の前ではちゃんと一応 気合い入れとっていうの。でももしかしたら私がおらんとくには何しようかわからんっていうタイプよりはいいかもしれんだ、ね、表裏がないという意味ではそれは安心やけど、でもそれと幼さとかそのいわゆるあの未熟っていうのはやっぱプロとしては失格よね。未熟ってやっぱダメなんよ、うん、あそこはあのやっぱり何かな、無防備になる場所じゃないもん。はい、よ、土下座も自分がお客さんの立場になったら。やろう、やろう、嫌な気しかせんよね。でね、ね、あなたは見た目がそんなにこう、あの美醜から言ったら、あの醜い方ではなくて、ね、まあ、感じのいいタイプで、その見た目であのかなり今まであの優遇されとった部分があるかもしれんけど、あのそれに甘えたらいかん。それは若い可愛い女の子がね、そのことに甘えとったのと一緒なんよ、はい、男性もそう、はい、その若い時だけしか通用せんと、その一応見た目がよくってあれとかいうのは、はい、中身がなかったらね、あの伴ってなかったら悲しい人生しか残らんとよ。ちゃんと勉強することはすることせな、はい、本物しか残らんとって、うん、自分の楽し人生を楽しくね、充実したものにしたいんやったら、しっかりあの脳みそにもね、あの汗も緊張感とかもちゃんと鍛え上げな自分が、はい、せっかくさ剣道とかして鍛えとんのやったらさ、好きやら見せた、あんた好きだらけやったわけやろう、それって負けとうとよ、はい、たまたまし、あの何ていうかな、その日本刀とかあれを持ってないだけであって、そこって緊張せねえかん場面やろうが、宮本武蔵みたいに緊張してから2時間にいっぺん寝床は帰れとは言わんよ、はい、そんなところはなかろうが、そこまで緊張するって言うじゃなかろうが、大事なとこやろ、あそこって。あら頼むよ。あ、ダメ。あれが理由でダメなんや、ないですから。本当はショート燃えたでよ。いや、はいじゃないって。いや、ありがたいお話だろ。そうよ。私も悪くは思ってないとよ。だけど、あんたが努力せんけんならんとよ。しっかり考えりよ、と、本当に。うん。まあ、やりようことは、ちゃんとやりよう。ちゃんといろいろ気がついてね。なんかあの私で手伝うことないですかとかで声かけもちゃんとよしよしね、あのいろいろいいところがいっぱいある、いいところいっぱいあるよ。でも肝心なとこ、そんな誰でもせえようなミスしたらいかんのと、ミスよあれは、はい、口にたまたま出しとしゃれんよ、はい、若いけん許されとうとよ、はい、うん、だからそれはあなたがね、あの特殊党だけった、はい、あなたが目つきのも悪くてから雰囲気でも悪いやつやったらさ、もちろんまあ採用もされてないっちゃけど、あのそういうちょっと見た目にいい感じでね、通ってきとうのがね、本当はそれはね、通用せんと、はい、うん、私みたいな本物偽物を 見抜く人間にはね、はい、全く通用せんと、はい、うん、でこれから先どん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 通用せんことになっていくんだっていうことをね、肝に銘じときなさい、はい、うん、今までたまたまうまくそれであのチャンネルさんが言いおっしゃったよ、二十歳の顔はお客さん、神様からの贈り物、50の顔はあなたの功績ってね、だん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 見にくくなっていくっちゃいけん、はい、ってことは自分は中身はちゃんと整えとかんと、あの若い時の見た目なんて一瞬のことよ、はい、それでできとうなんて思ってたら大間違いよ、はい、まあ、思ってはなかろうけどね、うん、女の子で勘違いしておこうったりするやない、若い時で、だからもう40近くなったりとかしたらもう全然ダメやろうが、それだけじゃ、はい、ね、一緒よ、うん、若いうちは男の子も女の子もちやほやされるけどね、はい、そのことに甘えたらいいか、うん、だってそれやったら本当悲惨な人生が全うだけやけん、はい、世の中を呪うような人生にはしたくないやろ。だからちょっと必死でやんなさいよ、本当に。うん。なるほど。売り上げがどうのじゃないっちゃ。うん。退屈そうにされてごらん。いかんよ、もう。うわ。いくらいいものが安くなっとうって言っても結構いい値段のものと思わんねん、うちの商品って。それば買うって言ったらさ、やっぱり接客良くないと。
気の利いたこと言えんでもさ、せめてそんな退屈そうに、自分はそんなつもりじゃありませんって言うけどね、話しちゃってからこんなやろされたらさ、私あなたの話退屈ですって言わんばっかりよ。そんなことして、あんなことしたらいかん。絶対そうよ。まあそういうこともあるやろうね、あそのパターンもあるやろうねとかいうような、どんな情報もしようがない。はい、うん、で私は後からご飯食べないかぎり、あれさ、あんな態度してほしくなかったって言ってから、ちょっと言わないか、ちょっと直接注意せないかんねって言ったら、佐々木さんも、あ私も目に入ってました、やっぱあれはちょっと良くないですねって、彼女も言おったよ、はい。やっぱみんなやっぱ思っとったよ、あの時の。はい、私だけじゃない。はい、じゃあそうだけどね、例えば、私だけがそう思ったんやったなと思ったら、他の人がちゃんとフォロー入れてくれるじゃん。あの時こうこうこうでこうだったんですよって。はい、うん、みんなフォロー入れてくれるという結構、はい。だけど、中立なことを言う、真島さんが見てなかったっけどね、そのあれ方かもしれんけどね。結構中立なこと言ってくれるという2人とも。はい、うん、こう自分が思ったことをちゃんとね、的確に言ってくれる。だからまあそういうふうに自分の考えを的確に言ってくれるような雰囲気を作れてるっていう意味では、この職場は私は悪いところじゃないなと思っとっちゃうけどさ。はい、まあでもそういうのリラックスしすぎやろね。はい、うん、でもそれね、あれね、お家と例えばお母さんの友達が遊びに来たとするやん。ね。だからそれを息子さんがもしそんな人だったりとか、それでも、私やったら、もう私の友達が来た時にあんた出てこんでって多分言うやろね。そんな退屈やったら、だってわざわざ出てくる人ないじゃん。うん、出てこんのってって言うやろね。うん。って言うよ、私やったら。うん。お客様にする態度じゃないもん。それは。うん、するべきじゃない、はい、びっくりした。だけどあんなことがわからんって言ったらバカで言われてもしょうがないよ本当に、はい、うん、まあ、一個一個ね、一個一個気をつけてやっていかないか、はい、うん、で、一応先にお金を合わすかなぁ。先にお金を合わすかまだね、5時ぐらいになってたからね。これかな、冷凍しとっていいとか。食べとき、金曜日までも、まあ、持たんやろ。生物ですから早めに召し上がってくださいって感じ。あなた、あと1個持って帰らん、今日帰ったら。よかった。いいですか、うん、いいよ。一人でも一個持って帰る。うん、今日松本さん来る。松本さんにやる。うん。先に集まっちゃう。うん、気をつけて。甘くなくてちょうどいいね、これね。なんかね。いいね。うん。クルメ美味しいもの結構ある、ね。うん、ね。クルメラーメンも美味しいもんね、なんだかんだ言ってね。発祥と、そう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 、でかコクがあるっちゃん、豚骨の、うん、私はっきり博多ラーメンのクルメラーメンをする。もうどうせ豚骨で行くなら、こってり行くならね、うん、熊本よりもクルメラーメンが好きやね、うん、クルメ結構、うん、美味しい。貴重とかはしないほうがいいですか。貴重ちょっと、いやもういい、もうどうせそれで、ああそれだってポスト投函していくだけやろ。なんかもうすぐだったね、それやったら、あの時、明日、それも払いに行った時に、ついでに記帳しとって、それは。わかりました。うん。郵便局まで行く必要ないけど、福岡銀行とシティ銀行としてくれとけば。はい。うん。島田君の仕事になるけど。明日はいらっしゃらない。僕は、朝午前中、提出の書類があるけど、明日ほら。で、明日、明後日は。明日はおらんけど、明後日は。島田君と、飛び石で休みやっけ。ああ。なんで飛び石になったのかちょっとわからんけど。金曜日に私、月曜日に。ああ。火曜日に、そうだったけど。あれ、飛び石に戦後と休み取らせればよかった。